はい、どうも、激辛マニアのユッキーでーす。今回食べるのはこちら。カップヌードルの、激辛味噌。濃厚、コク、うま、激辛味噌。ビッグ。ビッグサイズですね。カップヌードルか。やっぱカップヌードルシーフードが一番好きですね。辛くて幸せオイル。あ、辛さレベル5だって。1から5のまであるみたいですよ。いや、わかんないけど。5って書いてある。ほんとかよ。さすがにそれないだろう。ここに。ね。辛さレベル5、1、2、3、4、5って書いてあるんですけど、この1、2、3、4が今までないだろう。どれ基準なんだよ、それ。ということで。多分、カップヌードルってことは全国的に、非常にね、知名度が高い。で、なおかつ世界的にも相当有名です。ね。ということは、こんなに辛いやつを売るわけがない！いただきます。やっぱ辛くないですね。ピリ辛だな、これ。ピリ辛。カップヌードル、激辛。こちらが発売されたのが5月の13日。1ヶ月前ですね。コンビニで売ってました。うん。激辛ペヤングってあるじゃないですか。まあ、あれはマルカ食品の、まあ、有名な。会社。あれ、激辛ペヤングっていうのは、一応日本でしか多分売ってないんですよ。おそらく。うん。でもその代わり、カップヌードルっていうのは世界でも売られている、超メジャーな、スーパーメジャーなわけですよ。つまり、子供でも当然、ね、食べる人がいるわけだ。うん。だからこそ、絶対に辛くないと思ってました。全然辛くないです。ピリ辛です。カップヌードルって、世界初の、世界初なんだっけ？これ。世界初のカップラーメン？世界初ね。なるほど。ウィキペディアさんでググったところによると、1971年（昭和46年）9月18日。
です。世界初のカップ麺であるロングセラー商品であり、時代とともに起こった食の多様化によって様々な風味の商品や、ミニ、ビッグなど異なるサイズの商品も発売されている。いずれもカップに、熱湯注いで3分で食べられるというタイプであり、扁平の扁平の細麺と、粉末スープとフリーズドライ化された、具材が入っている。ちなみにこれはニラですかね。多分入ってるの。ニラだな。ニラと、謎肉。で、俺は、猫舌なんです。猫舌なんですよね。猫舌なんだけど、熱い方が絶対うまいはずなんですよ、普通は。では、冷めたやつと、出来たてほやほやだと、絶対出来たてほやほやがいいです。それなんだけど、猫舌だから、こうやってこう、眉が、こう眉をこう、うーってなるんですよ。大量生産にあたっては様々な工夫が凝られている。後に多くの食品メーカーから同種の商品が発売されたが、味別の販売数ランキング過去2006年時点では1位のオリジナル醤油味。で、第2位がシーフード味。第3位がカレー味。となっており、オリジナル過去醤油は発売以来、首位を継続している。これすごいですね。これすごいですね。まあ、ただ2006年時点でっていうのが、2011年時点で、世界80カ国で発売され、発売以来累計販売数が310億食を突破した。2011年現在ででしょ？じゃあ、今、それから8年経ってるわけだから、まあ、あれだな。400億ぐらいになるんじゃない？よくわかんないけど。あ、そうだ、そうだ。2016年3月には累計が、400億食を超えた。今思い出した。かつては発泡スチロール製であったが、次々に発生する問題により紙製となったり、異なる加工法を採用するなど変化がある。あ、そう、確かに昔カップヌードル、発泡スチロールだったわ。そうだ。昔、俺が日本海の、に釣りに行ったんですよ。割とまあ近くて、日本海というか、日本海の方。海に近くて、友達と、朝、違う、兄貴と、兄貴とだったっけな。
朝、5時ぐらいじゃねえ、4時、5時か4時ぐらい。あれ、友達だったっけ？友達とも行ったことあるんですよ。夏休みの時に、朝4時か5時ぐらいに起きて、出発して、で、その、釣り具屋がそこの、近くにあるんですけど、そこで、青い染めっていう、まあ、ミミズみたいなやつですよ。あれ買って、で、プラスそこにあった、その、自販機の、カップヌードルの自販機があるんですけど、お湯が出るやつ、出るタイプで、そこで食べる、カップヌードルは本当に美味しくてな。いわゆる朝食っすよ、朝食。だいたい、片道30分ぐらい自転車で行って、で、そこで、まあ、朝の飯を食べる。って感じ。で、そこから飯食った後に、釣りに行って、で、だいたい、釣れのこっちです。マゴチ。うん。でかいやつだとでかいんですけど、だいたいね、こんぐらいかな。こんぐらいか、こんぐらいか。こんぐらいか、こんぐらいか、こんぐらいか。でっかいやつだと、すげえでかくなるんですけど、基本的に俺投げ釣りで、ポイってやって、片天秤の、投げ釣り。ね。で、ポイってやって、あとほっといて、しばらく経ったら引くっていうやり方をすると、ほぼほぼ 100% マゴチがかかるんです。だから、シロギスってなかなか、ゆっくり覚え引いとると、シロギスが釣れるんですけど、ぶっちゃけめんどくさいんですよ。うん。めんどくさいんで、もうポイって投げて、で、あとほっとく。とか、穴釣り。テトラポットの中に、結構いたりするんで、そこで、釣ったりとか。うん。うん。ああいうカップラーメンの、自販機ってなかなかもうないですよね、あんまりね。あと、昔のレトロ自販機。うん。あれ YouTube とかニコニコ動画に有名な方が、アップされてますけど、あれもすごく面白くて、俺も人生で多分一回ぐらいしか食ったことないんですよ。しかもそれは、その動画を見て食いたくなったから、っていう。で、確かうどんかそばだったんですよね。うん。うどんかそばの、やつで、確かそばが値段300円ぐらいだったかな。うん。あれもね、美味しくてね。うん。だからレトロ自販機っていうのを、その人の動画で知って、で、新潟で、あるやつ探して、行ったんですよ。そこがレトロゲームの、まあ、ゲームセンターだったんですけど。確か。うん。で、ゲームセンターでもやっぱレトロゲームってなかなか置いてなくて。うん。まあ、俺が得意なのっつったら、まあ、ぷよぷよ2ですかね。ぷよぷよ2ぐらいに。ゲーセンでやるって言ったら大体格ゲーとかじゃないですか。で、格ゲー俺苦手なんで、ダメなんですよ。あとメタルスラッグかな。できてもそんな上手くないですけどね。うん。
そんなっていうか全然うまくないですか。で、ぷよぷよ2が得意だけど、あ、結局レバーですよ。レバー。で、俺はスーファミとかのさ、コントローラーでやってるのに慣れてるんで、レバーでの操作っていうのが、どうにもこうにも慣れないんで、ダメです。諦めました。まあ何回かやって、それでもやっぱりスコアランキングみたいなので、絶対1位の人いるんですけど。あれはもう、かなわない。圧倒的にかなわない。うん。あ！スープの方が辛い！これスープ辛い！喉に来る。喉に来る。お、とうとう本領発揮したか。フィリピンではシーフードヌードルが高い人気を得ており、日本から、お土産として定番化した商品となる。日本からお土産ってことは何？フィリピンではシーフードヌードル売ってないってこと？そういうことだよね。うん。確かに俺の時代発泡スチロールだった。発泡スチロール。うん。で、発泡スチロールのカップラーメンを、の容器を、なんか、深海に入れて、マリアナ海溝に入れて、その何気圧になるかみたいなので、こう実験でもう、なんかすごいちっちゃくなった。カップヌードルみたいなのを、教科書、小中学校の教科書に載ってた気がする。なるほどね。昔のCM がね、覚えてるんですけど、カップヌードルマルちゃんっていうやつです。うん、そういう、コマーシャルがありました。だから本当にこの、レトロ自販機でググるとわかるんですけど、カップヌードルの自販機もそんなにやっぱ少ないんですよね。うん。で、方は、その動画のアップ、ウプ主さんは、もう世界じゃねえ、全国回って、食べるっていう、ぐらいのマニアで、いろいろあるんですよ、あれ。うどんとそばだけじゃなくて、トーストとか、ピザみたいなのとか、あと、まあ、ポップコーンだとか、まあ、いろいろあるんですよね。うん。うん。美味しい。結構辛くなりました。でも、びっくりですよね。自販機でお湯が出るやつって、お湯が出る自販機カップヌードルのやつ。なかなか珍しいと思います。
レトロ自販機。あれかな？東京にもあんのかな？多分ググりゃ出てくると思うよ。うん。ほら、懐かし自販機。最新稼働状況&完全リスト。これ多分作った人はあの人でしょ。あの、ウプ主の人でしょ、多分。おそらく。これの予想。ないです。残念。東京の23区内にはありませんどころか、東京の、都内にもないです。あるとしたら埼玉、もしくは千葉。もしくは神奈川、うん。なるほど。うん。で、おまけに、どんどんこう、まあ、ゲーセンみたいに、どんどん数が減ってってるっていうね。うん。まあ、時代の流れですから、しょうがないんですけどね。まあ、自然に淘汰されていく。あの、自然界の弱肉強食と一緒ですね。だから、よく、ね、なんとかは絶滅危惧種だとか、なんとかかんとかは、あの、絶滅したって言うけど、あれがなんか何でもかんでも、なんか人間のせいって言われてますけど、ぶっちゃけ人間のせいって言われてるの、だってね、生物の、あの、頂点に立つのが、ね、生物界の、あの、頂点に立つのは人間なんですから、そいつらが、絶滅したとしても、あの、人間のせいではなくて、それがまさに、弱肉強食の、それ、弱肉強食です。だから何かしらのマンモスじゃないや。あの、ゾウの牙取ったりとか、なんとかの角取ったりとか、一角の角取ったりとか。だってあれだって、人間はそのためにそれを売れるからつって取ってるわけでしょ。うん。それなのになんか自然の生態系がね、人間によって脅かされてるとか、まあ言うのも確かにわかるんですけど、少なくとも人間だってそのね、自然界のにいる、動物だということです。うん。うん。これあのね、美味しかったですよ。で、スープは辛かったけど、まあ、麺があんま辛くなかったんで、うん、30ぐらいでいいでしょ。30! ごちそうさまでした。